おはようございます。石くんチャンネル今日も始まりました。とし君です。 PC ですね、まあ、今回オープニング実を言うと家で撮ってます。まあ、撮り忘れたとかじゃなくてですね、まあ、着いたところにはもう真っ暗、まあ、大渋滞に巻き込まれましてですね、まあ、真っ暗でですね、まあ、照明機器もないですからね、まあ、今回は家で撮ろうと思っております。でですね、今回動画のタイトルはどうでしょう。トシ君、名人に会いに行く。みたいな、そんな感じですよね。まあ、某有名な方と、いろん、差を一緒に出させてもらって、勉強させていただく、そんな感じで、まあ、会いに行ったわけなんですけどね。まあ、有名人にはですね、有名人がね、やっぱり、いますよね、周りに。やっぱ、まあ、そういう方との出会いもありました。ありがとうございました。ああ、そうですね、出会った方は、某、こいつりの大会でですね、今回優勝された方、まあ言えなかったので今言わせてもらいます。おめでとうございます。それとですね、まあ地元のスーパーアングラーさん、あとテスターさんですよね。まああまり絡めなかったし、動画もちょっと撮れなかったんですけどね、まあ次回今度会う時があればがっつり絡みたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。ですね、やっぱりそういう方とですね、やっぱ一緒に魚釣りをしてるとですね、まあ勉強にもなりますし、まあなんと、2本取れました。その中の1本目はですね、もう出してすぐにかかったんですけども、本当に、まあ、自分では大きいなって思う、丸々太った、まあ大きな鯉ですよね。もう2本目、そして2本目ですよね。まあそれはですね、まあ、まあ本当に自分の中の、思い出に残るような一本ですよね。もう初めて釣ったんですけどね、もう本当に感動ですね。まあそれもですね、やっぱりお師匠様方がいたからこそ釣れたんですね。うん、もちろん、本当に一人ではちょっとね、あげれるような、まあサイズというかですね、もう太さですよね。まあそんなサイズじゃなかったんですけど、的確なアドバイスとか、まあ、ランディングを手伝ってもらったりですね。させていただきました。ありがとうございます。まあ、今回の動画はですね、まあ、場所はですね、やっぱり地元の方のこいつりしやアングラーさんがね、大切にしていきたいということでですね、場所は伏せておきます。でもですね、まあ、動画を撮らせてもらいますよという許可はいただいたのでですね、まあ、場所は伏せるということで、で、まあ、お願いします。まあ、さて、まあ、どんな魚が上がったのか、これから見ていただくわけですけども。まあ、もうちょっとね、ファイトシーンとかもね、取り入れてやればいいかなって思いましたけど。まあ、今回見てやってください。まあ、貴重なレクチャーも入っております。本当にありがとうございました。なんと、まあ、貴重な話、お酒、お食事、そんなものまで、もう本当に、あと、お土産ですよね。そんなことまでいただきまして、本当に感謝感激でございます。では、最後までご視聴お願いします。どうぞ。80はあるかな？あるような気がする。ある。ほら。長い。すげえ。いいかな。じゃあ1枚。はい、ありがとうございます。あるよね、これ。全然上がってこないですけど、いや、こっからまだ行きます。どこ行った？もう戻ってます
ックが出たからです。めっちゃいますけど、あれだっけ、あ、自撮りするのかな、はい、自撮りって言ってもあんまり見えないですからね。あ、すみません、これすごい、これ照らして来いよ、来いよ、照らしてもらっていいですか、来いよ、照らす、来いよ、照らす、はい、いいですか、で僕もおも、でも全然ながらすごい、はいはい、ありがとうございます、釣れました、メーカーの方のおかげですねありがとうございます。あー、ダメですか、結構、あー、ちょっと無理だな、いいさ、いや、ずるるるる、口がギリギリだね、これ、はい、口ギリです、ギリですね、はい、そっちの方が99ぐらいだ、89ぐらいだ89です、惜しかったです、でもありがとうございますありがとうございます、初です、もうちょいだね、90まで、もうちょいですね、でもデブデブですね、あだっす、やばいやばい、うわ、さ、佐々木さんヒット、でかい、来た、竿がやばい、えぐ、え、あ、でかいでかい、慎重に行きましょう、慎重にしよう、慎重に行こうね、でかいみたい、もうそう、ぶち曲がり、こんなぶち曲がりです、これどうですか、あれ、外れた、え、外れた、もうパクったね、どう、やっとカジさん、餌投入ですやっとですよ、危ないよ、はい、おりゃーデレト、え、ど真ん中、これやばい、え、マジですか、うわー、すごい、ちょっとこれ、はい、どうぞ、佐々木さんも、これこれ、おれ、あれ近いね、あ、はー、出ました、見た見た、でかいでかい、あれは、投入です、おれや、投げてるな、ドガーン、マジで、はい、サゲだからね、手前が、あー、やりました、初ミラーです、ありがとうございます、あら、いや、もうやっとです、いやー、嬉しいですよ、ありがとうございます、いや、これはもうどうしましょう、ありがとうございました、本当に、はい、動画、はい、動画です、もう、わあ、嬉しいな、これは、うわー、すげえ、やったやったっすわ、これは、師匠、どうやって持てばいいの、ね、いやいや、もうそれでいいよ、それでいいよ、もういいよ、もういいよ、ありがとうございます、初ミラーですうわー、ありがとうございます、おめでとうございました、はい、いや、一応検査の時だけは80っていうことで、ありがとうございました、本当に嬉しいです、いやー、ありがとう、いや、さすがです、いや、もう副師匠のお方々ありがとうございました、本当にもうありがとうございます、いや、つらし
してくれた。やった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。いやー見てくださいこれ。初ミラー。いやーもういい、もういい。いやいやすごい。うわーミラー手が震える。こっちがデメキみたいな目がボコ、目がねボコってる。はい。いやーもう本当にありがとう。言いたいかというと、今声が近寄ってたでしょ。はい。声が近寄ってると針がどこにかかってるかわかるじゃん。必死、いや師匠必死です、必死ですって、すげえ。まあここにいたから安心。はい、ではお別れの儀、ありがとう、ドイツ声、本当にありがとう、これはすごい、ありがとうね、かっこいい、マジでかっこいい、手が震えます、本当にありがとうございました。じゃあな、じゃあな、ありがとう。シクチャンネルのステッカーをどうぞどうぞ、ありがとうございます。いやありがとうございます、もうさすがです、琵琶湖の達人にお渡しすることができました、ありがとうございます。いやありがとうございます、いやすごい、はい、ありがとうございます、大切にします、あありがとうございます。いや今日は本当にお世話になりました、ありがとうございました、もう有名人に会えて本当に、いや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 、もう本当に勉強させてください、ありがとうございました、いやーすごい、もうあの本当に会いたかった人に会えて、いや本当にありがとうございます、またあの石くんがこちらでお世話になると思うんで、またよろしくお願いします。いやいやいや、いいですか、また絶対に今度そうそうそう、はい、また一緒に追跡しましょう、はい、ありがとうございます、はい、よろしく、はい、じゃあ佐々木さんもありがとうございました、はい、ありがとうございました、またお願いします、はい、お願いします、今度は次は琵琶湖でですね、そうだね、はい、ありがとうございました、ではですね、本当にお世話になった師匠たちに感謝です、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、今日もイエイ、まあ、トシ君初めて会いたい人に会いに行ったんですけども、本当にですねためになるお話、お酒なんと、あとお食事までいただきました、本当にありがとうございました、隠してもらいました、ありがとうございます、お世話になりました。なんとですねステッカー、無名会様のステッカー、あと美味しそうな柿です、これ私も大好きでですね、家族も大好きです、本当にこんなことお土産までもらいましてですね、もう本当にもう感謝しかありません。で今日は2本ですね、まあ大きな声、僕の中で大きな声が釣れたんです、太いね、それもですね、もう1本目はですね、もうちゃんと完全フルサポートですよね、後ろにですね師匠がたちがですね、もうこうちゃんとやれよみたいな、もうそのアドバイスをちゃんと的確なアドバイスをくれてですね取れた1本です。あと2本目のミラーカップ、あれはですねもう本当に心に残る1本です、あれは本当にですね師匠軍団がいないとですね取れなかったと思いますし、救ってくれたり本当にサポートまで、あとアドバイスありがとうございました。でまた次回ですね会える時があったらまたよろしくお願いします。もう本当に今日は師匠たちのおかげです、ありがとうございました。あと出会いに感謝ですよね。でやっぱりですね釣り場で僕は今日は出会うんですけど、石くんのねインスタとかを見てるとですね釣った魚ですよね、多分あれを釣り場の上に投げて殺しちゃったりですね、あとゴミとか、まあ、そういう釣り人のマナーとかゴミ、まあ、これはですね、まあ、やっぱ一釣り人としてまず魚種は問わないと思いますよ、こんなことはね、一釣り人としてちゃんときれいに自分のゴミは持ち帰る、はい、魚に遊んでもらったら、まあ、自分なりにねちゃんと対処してください、よろしくお願いします。やっぱ釣り場がねそういうことばっかりやるとですねなくなっちゃいますしね、まあ、マナーはやっぱり守っていきましょう、それはちょっと思いましたんで、まあ、今日エンディングで言いたいなと思ってことです。で、それを楽しんで、それをねちゃんと守ってですね、最近寒くなってきたんで、ね、ちゃんといっぱい着込んで
っぱい魚釣りに行けるとですね、まあ、楽しい出会いがとか、もう今日思いがけないような魚に出会えるんじゃないでしょうか。ですよね。もう本当に今日は本当にありがとうございました。もう感動の一日です。本当にお勉強とありがとうございました。さすがです。では、まあ、いつもの言葉で締めましょうか。まあ、今日は僕渋滞が怖かったんで、もう先に帰ってもうあの地元でエンディングが撮ってますよね、ということです。では行きましょう。やっぱこいつは面白いですね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ではでは、バイバイ。